お元気ですか、ボクシムです。今回は東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2023ファーストバージョンの開封動画前編でございます。こちらはワンボックス6枚にワンボックス20パックとなっておりますのでね、10パックずつ開けたいと思います。でこちらのね、左側の方ね、今回は開けていきたいと思います。で残りの右側の方は後編の方に回していきたいと思います。はい、こちらでございますね。ですね、今ただいまね10パックを準備しております。はい、こちらね10パックずつでございます。それではね、やっていきたいと思います。ごめんなさい、10パックずつではなかったですね、失礼しました。では前編のね一袋目開けていきたいと思います。これはワン・インチェン選手でございますね、台湾人でございます。西川春樹選手でございます、元ね、ファイターズでございます。クリス・ギッテンス選手でございます。タイ・カツトシ選手でございます。で、こちらですね、これは、9月19日、22試合連続無失点失点タイ記録を達成した時の、カードでございます。でこちらでございます。で内間拓磨選手でございます。2袋目でございます。小峰真嗣選手でございます。柳田は大空選手でございます。村林いつき選手でございます。黒川文也選手でございます。でこちらですね、8月2日初登板で初奪三振を挙げた時のでカードでございます。で松井友坂選手でございます。3袋目でございます。入江大輝選手でございます。川島渡選手でございます。小深田博人選手でございます。で堀内健吾選手でございます。でこれはですね、2022年6月9日交流戦において広島から勝利を挙げ、現12球団から全て白星をマークしたセパ12球団になった58年以降、全球団勝利は19人目の記録を達成したというカードでございますね。これ岸選手でございますね、西武時代のカードでございます。安楽智弘選手でございます。4袋目でございます。田中貴也選手でございます。清宮小太郎選手でございます。入江大輝選手でございます。川島渉選手でございます。松井裕樹選手でございます。でこちらねチェックリストでございます。で塩見隆弘選手でございます。こちら5袋目でございます。岡島武郎選手でございます。
ですね、鶴崎大成選手でございます。田中隆也選手でございます。清宮小太郎選手でございます。で、直筆サインカード出ましたね。これ伊藤幸也選手の直筆サインカードでございます。これトレードでね、もともと横浜にいたんですが、トレードでね、楽天に、行きました時のね、直筆サインカードでございます。こちらがですね、60分の38となっております。トンチャーホー選手でございます。台湾人でございます。はい、1、2、3、4、5、6、7袋目でございます。6袋目でございます。失礼いたしました。小深田博人選手でございます。堀内健吾選手でございます。佐藤智樹選手でございます。武藤敦樹選手でございます。水上圭選手でございますの、これ白サイン付きでございます。ちなみにこちらね、白サインの方はね、CR ナンバーは付いておりません。で、チョン・チャーホー選手でございます。7袋目でございます。辰巳亮介選手でございます。銀次選手でございます。滝中亮太選手でございます。沢野清春選手でございます。で、安楽智弘選手のね、白サインカード付きでございます。藤平翔馬選手でございます。ちょっと糸がね、入っておりました。失礼いたしました。で、8袋目でございます。佐藤智樹選手でございます。ちょっと待ってくださいね。2007年4月、4月7日、福岡ソフトバンクホークスのグッドウィードームで、こちらね、先ほどのカードでございます。岸選手のね、確か西武時代のね、カードでございます。で、武藤敦樹選手でございます。藤井勝選手でございます。太田光選手でございます。で、則本貴弘選手でございます。9袋目でございます。引地修一郎選手でございます。江川優斗選手でございます。渡辺義明選手でございます。前田銀次選手でございまして、石井和久選手のね、これカードでございます。なんかね、裏はね、こういった感じでございます。昔のなんかこれはめんこな感じでしょうかね。で、田中将大選手でございます。前編最後の10袋目開けたいと思います。内清流選手でございます。
岡島武郎選手でございます。鶴竹大成選手でございます。で安田優馬選手でございます。これたくさんカード付きでございます。で最後に酒井智人選手でございます。以上で東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカード2023ファーストバージョンの開封動画10パックを開封していきました。このね残りの10パックはね後編の方でやっていきますのでよろしくお願いします。よかったら後編の方も見に来てください。よろしくお願いします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。